はい、ということで、どこでしょうって言ってもタイトルでバレちゃってますね。浅香ガーデンさんです。ちょっと今日はね、試したいものがありまして、まあちょっとルアー池じゃなく、この奥の池がちょっと試したいものの条件にぴったり合ってるんで、今日ここで3時間だけ、はい、また帰ってすぐ発送とかしなきゃいけないので、とりあえず3時間だけテストしてちゃちゃっとやって帰りたいと思います。はい、一応ここに釣り竿を取りました。自販機横ですね。で、表層には魚が見えるでしょうか。浮いています。で、今日はちょっとボトムでちょっと釣りたいんで、ちょっとどうなるかわからないんですけど、はい、なんかでも いい感じな感じがしますね。はい、まあとりあえず1投目ですね。めっちゃ釣れますけどね。まあちょっと朝一なんで、今なんかフライの方が2人いたんですけど、なんか釣れないみたいでいなくなっちゃいましたね。釣れるんですけどね。なんかですよね、やっぱり朝霞で始まって朝霞で終わるって感じですかね、缶釣りってね。めちゃんこ釣れますね。もう朝霞さんが釣れないってことはもう本当神話になってきますね。まあ思ったように釣れますね。よいしょ。ボトムじゃないんすね。やっぱ表層に浮いちゃってるんですよ、魚がね。ボトムで釣りたかったんですけど、まあしょうがないですね。